タッチダウン！昭栄ブレイザーズランニングバック29番勝原達也選手、ボールを持ちまして左オープンを駆け上がりました。エンドゾーンに飛び込みタッチダウン、6点を先制。昭栄ブレイザーズトライ4ポイント。キックでゴールを通過させればさらに1点が追加されます。キック成功。昭栄ブレイザーズキッカー29番勝原達也選手のキックも決まり、先ほどのタッチダウンと合わせ合計7点を先制しています。大変お待たせいたしました。令和6年5月19日、場所は MK タクシーフィールドエキスポにて、2024 X リーグ、X2XE によって行われますジュニアトーナメントの2回戦となっております。昭栄ブレイザーズ対三重ファイヤーバードの一戦が現在行われております。本日は同率並立でガンバ大阪の試合がありました関係上、私が会場に入れない状況に至っておりました。結果的に準備間に合わず、現在第1クォーター始まった状況になっております。試合時間は 第1クォーター残り時間5分39秒の状況で、昭栄ブレイザーズがまず先制となります。タッチダウンを上げまして先制となる7点を挙げております。その昭栄ブレイザーズのキックオフにより試合再開となります。さあ三重がリターンに入ります。リターナー81番、右オープン展開を図りまして、自陣25ヤードの位置を確保し、この位置から見えファイヤーバードの攻撃となります。キッカー69番、リターナーは81番のフルでした。ホワイトユニフォーム、三重ファイヤーバード、リターナー81番、フル。さあ、先制点を許す形になりました、三重ファイヤーバードの攻撃という形になりましたから、はホワイトの配信を始めさせていただきたいと思います。三重ファイヤーバード、自陣28ヤードからファーストダウン点。三重ファイヤーバードはメインスタンド向かって右から左へ攻撃していきます。パス不成功、パスインコンプリート。まずは左に展開しようとした7番にパスを投じました。そこからのキャッチアンドランはからんというところでしたが、タイミング合わずパス不成功となっています。前パス失敗ですので次の攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行います。攻撃チームは4回の攻撃権で10ヤードを前進するか、攻撃権をその過程で相手ホワイトヌーニのエンドゾーン、タッチダウンとなります。得点エリアを目指します。さあその2回目の攻撃に三重ファイヤーバードは入ります。ボール音は変わらず自陣28ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。さあ今度は中央へのランプレー、ランニングバックに持たせまして、失礼しました、クォーターバック自らが中央突破を図りまして、ゲインを図っております。これによって2ヤードほど獲得しました。中央付近をつきました。ボールキャリアはクォーターバックの9番日光でした。ホワイトユニフォーム見えファイヤーバード、サードダウン、新たな攻撃権ファーストダウンの獲得までは残り8ヤード、得点を狙います。さあその三重3回目の攻撃に入ります。ボールを自陣30ヤードから三重ファイヤーバード、サードダウン8、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。インターセプト、ターンオーバー、インターセプト、コース交代。ここで三重ファイヤーバード、パスプレーで突破図らんというところでレシーバーにパスを投じましたが、キャッチミスしたボールを取りましたのは昭栄ブレイザーズ27番、パスダッシュによるインターセプトで攻撃権ダッシュ、攻守交代となります。ターンオーバー、
攻撃権変わりまして、ショーエイブラザーズと変わります。見事インターセプトしましたのは27番の新谷でした。新谷信弘選手、投じられたパスはフリーボールとなり、どちらのチームの選手が、さあ攻撃権を取り返すからして、ショーエイの攻撃に変わります。ショーエイ相手陣入った40ヤードの位置からの攻撃、ショーエイブラザーズファーストダウン、攻撃権が入れ替わります。インターセプトとなります。ただいまのケース、ショーエイブレザーズディフェンスチームがキャッチしましたので、今季より X2 で挑まんという、その非常に勢いあるチームではあります。敵陣40ヤード付近よりファーストダウン、さあその勢いのままにこの試合も制するでしょうか。まず最初のプレー、パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック2番、奥に走り込んだワイドレシーバー10番へのロングパス、10番相手ディフェンスの動きにそれをキャッチし、そのエンドゾーンを駆け込んで立ち合う。大倉選手へロングパス、エンドゾーン内でこのパスをキャッチし、ショーエイブラズ鮮やかなパスプレーによりまして、タッチダウン重ね6点追加となっております。見事なタッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック2番の山西、それを取りましたのはワイドレシーバー10番の大倉でした。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに入ります。このキックも決まりまして1点追加、ショーエイブラザーズ失礼しました、ここでイエローフラグ、反則が発生している模様です。審判団より、審判団からフィールド内に黄色いウエストが落とされますとイエローフラグ、反則発生を意味します。その反則がどちらのチームにあったか、まもなく審判団からコールされます。オフサイド、ディフェンス80番、ペナルティーができない、トライフォーポイントは成功です。先ほどの反則はディフェンスサイドの反則でした。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入していたという反則です。しかしこの反則は取らず、先ほどのプレーを翔英に行こうとしました。従いまして翔英の1点が正式に認められまして、翔英ブザーズ14点、三重ファイアワード0点と現在得点変わっております。翔英ブレザーズこの反則は取りません。アメリカンフットボールは得点パターンを大きく分けると2通りとなります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドボールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、このプレーでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自陣のエンドゾーンで倒される自殺点、セーフティーです。従いまして得点パターンは2点、3点、6点、8点、6点、7点、8点という5通りになりまして、その足し算によって、試合が決着する方式となっています。そして得点を挙げました翔英のキックオフ、さあ三重リターンに入る、今度はリターナー81番中央突破を図りました。相手タックル受けながら自陣36ヤード地点を確保し、この位置から三重ファイヤーバードの攻撃と変わります。このキックオフボールを三重ファイヤーバードリターナー81番フル信玄選手、10ヤードのリターン。このようにアメリカンフットボールは得点を下側がキックオフすることによりまして、失点を下側が次の攻撃の機会を得やすい形になっております。アメリカのスポーツらしく攻守ともにそのチャンスが与えられる形になっています。さあそれを生かさんと三重ファイヤーバード自陣37ヤードからの攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10、パス成功。ここでクォーターバック9番は左に展開したワイドレシーバー7番にタイミングの良いスピーディーなパスを投じましたが、このスピードタイミングレシーバーと合わずパス成功となっています。フラットパターンのキャッチをしまして、そこからキャッチアンドダウンを図るというところでしたが、このパスは失敗しセカンドダウンに変わります。前パスは効果的にゲインを図れますが、失敗しますとその攻撃を受けを失う形になります。さあ三重ファイヤーバード2回目の攻撃、セカンドダウンに入ります。ボールオンは変わらず自陣37ヤードからセカンドダウン10、さあランプレーを投入しました。今度は中央突破図らんとランニングバック16番にハンドオフを託し、左オフタックル付近をつきましたが、ゲインは約2ヤードから3ヤードにとどまっております。16番下手信弘選手、ボールを持ちまして中央つきました。ゲインは2ヤード、キャリア16番は下手です。ミファイアバードサードダウン、
4回の攻撃権のうちの3回目の攻撃です。パワーフォダを新たな攻撃権の角度までは残り8ヤード。ボーン自陣39ヤードから三重ファイヤーバードサーダウン8。パス不成功、パスインコンプリート。ウォーターバック9番左に展開していたワイドレシーバー7番にパスを投じましたが、しかしこれは翔英27番見事にカバーしておりましてパス不成功となっています。三重ファイヤーバードフォースダウンに変わります。翔英ディフェンスでも素晴らしいプレーを見せております。さあ三重ファイヤーバードフォースダウン最後の攻撃権になりますが、ここでフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしキック力により陣地を挽回を図ります。翔英これをリターンを図りましたが、しかしサイドライン際であったためリターンは26番、自陣33ヤード付近で外れまして、この位置で攻守交代となります。パンター73番清水選手のパンチにより陣地を挽回しています。これは三重ファイヤーバードパンター33番素晴らしいコントロールされたパンターを披露しました。ブレザーズ自陣33ヤード付近よりファーストダウン10。しかし攻撃権は翔英ブレザーズに変わります。翔英今度は自陣33ヤードからの攻撃になります。若干押し返された形ですが、さあここからどのような攻撃を展開するでしょうか。翔英自陣33ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを投入します。まずランニングブレザーズ29番でしょうか。ハンドオフしまして左オフタックル付近にランプレー、最も力があるタックルのそのサイドを突くように左オフタックルファウルに前進しまして約8ヤードの獲得となっています。セカンドダウン翔英ランニングバック29番は柏原です。翔英自陣41ヤードからセカンドダウン2、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は2ヤード。パス不成功、パス不成功の判定です。パスは不成功。今度はウォーターバック2番パスプレーにより状況打開を図りました。右に展開していた1番にフックパターン立ち止まらせてパスキャッチを図り攻撃権更新を図りましたが、しかしわずかにパスがショートサードダウンに変わります。本日の MK タクシーフィールドエキスポは現在、雨に覆われております。この雨の影響もあるかというワンプレーでした。翔英ブレザーズ翔英サードダウン2。翔英ブレザーズファーストダウン。ここでハンドオフオプションを展開。クォーターバック2番ハンドオフフェイクにしまして、そこから右奥に展開。先ほどのプレーオプションプレーの可能性があります。オプションはクォーターバックを持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック持ちまして判断し、右奥に展開し攻撃権更新としました。見事な判断で翔英攻撃権更新となっております。翔英ファーストダウン。ボールを持って走ることを選択し、プレーを展開しましたがクォーターバック2番の山西です。21ヤード前進、もちろんファーストダウンを獲得しています。翔英相手陣に入りまして、相手陣38ヤードからファーストダウン10。8ヤード付近よりファーストダウン10。今度はランニングバックに託しました。同じくオプションプレードです。今度はランニングバックに託しまして、キャリア29番中央切れ込み約8ヤードから7ヤードのゲインとなっています。ボールを持ちまして中央付近を突進しました。キャリア29番は柏原です。前をブロックするオフェンスラインの強烈なブロックもあり、ゲインは8ヤード。この辺りオフェンスラインも素晴らしいブロックを披露しています。失礼しました、ゲインは7ヤード。翔英セカンドダウン3、ボールの相手陣31ヤード。
パス不成功、パスインコンプリート。コーナーバック2番コーナー下がりまして、8番にパス中央、横切るように8番にパスを通し、そこからキャッチアンドランするという展開を図りましたが、しかし8番これをキャッチできずパス不成功となっています。新たな攻撃権の獲得までは残り3ヤード。翔英、しかし有利な位置にあります。ボールオン相手陣31ヤードからサーダウン3。さあ走ってる、左オープン展開している、判定どうか、わずかにエンドゾーンに届いていない。しかしナイスラン、ファースター何枠29番ここでボールを託されまして中央突破、そこから左オープンにバンナウトし、相手ディフェンスを振り切り大きくボール前1ヤードで押し出されましたが、しかし素晴らしいランによりまして一気に相手陣1ヤードに入りました。翔英ファースター素晴らしいラン披露したのは29番の柏原でした。1ヤード付近よりファーストダウン2号タッチダウンまで残り1ヤード。さあこれにより翔英は相手陣1ヤードからの攻撃に入ります。残り4回でこの1ヤード突破を図ります。翔英ファーストダウン2ゴール、残り1ヤード。ここで三重ナイスディフェンス、翔英ここでランプレーにより一気に突破図らんとキャリア32番にハンドオフを託しました。しかしそのランプレー投入する前にランニングバック32番80番が猛チャージをかけまして、このランを阻止、約3ヤードロスに変えています。ここは超えたユニフォーム三重ファイヤーバード、素晴らしい対応者は三重ファイヤーバード。80番のキリアナイスタックル、3ヤード4ヤードほど後ろに下げています。コーターターン、ここで第1クォーター終了です。ここで第1クォーターの終了です。第1クォーター終わりまして、翔英ウィザーズ14点、三重ファイヤーバード0点、翔英が2つのタッチダウンを割りまして先制する形になっております。グリーンボールジュニアトーナメント2回戦。